お元気ですか？ボクシミです。今回は BBM2011 プロ野球チームマスコットカードセットの開封動画でございます。こちらはカード46枚入り、レギュラーカード45枚プラス直筆サインカード1枚でございますが、こちらは2011年仕様でございますので、今から13年前でございますので、今のマスコットと違うことがございますので、ね、あらかじめご了承ください。それでは早速開封していきたいと思います。それでは早速紹介したいと思います。まずはね、読売ジャイアンツの、ジャビー君、これはジャバ君で、こちらがね、ビッキーくん、あ、ビッキーちゃんでございます。ごめんなさい。ね、で、これが、ツッピー&、チャピーくんのね、カードでございます。はい。で、続いてね、阪神からですね、トラッキーくん。に、ラッキーくん、キータくんでございます。続いてね、中日ドラゴンズでございます。これがエコドアラくんでございます。で、これがシャオロンくんでございます。続けてね、こちらがですね、パオロンくんでございます。続いてね、横浜ベイターズからですね、ホッシーくん、ホッシーなくんで、ホッシーぞくんでございます。さらにですね、これはレックくんでございます。で、カープからですね、これはスライディーくんでございます。で、こちらがね、ハッピースライディーくんでございます。で、ヤクルトからですね、つば九郎くんでございます。で、次はですね、これはつばみちゃんでございます。で、これはえんたろうくんでございます。続けてね、いきます。オリックスからバファローブルくんでございます。で、バッファローベルちゃんでございます。で、こちらがね、 GJ、これは博士さんでございます。で、ソフトバンクからはハリー・ホークくんでございます。で、ハニー・ホークくんでございます。ハリー・ホークちゃんでございます。ごめんなさいね、ハーキュリー・ホークくんでございます。で、これは、ホンキーくんと、ヘレンちゃんでございます。で、ハックくん、ホッ、ニックくん、で、ホックくんでございます。はい、続けていきます。日本ハムファイターズのですね、こちらが、BB 君でございます。で、CB 君でございます。で、こちらがね、千葉ロッテの、マー君でございます。で、こちらがですね、リンちゃんでございます。で、
ずーちゃんでございます。これがね、千葉ロッテの、これはクールくんでございます。で、西武ライオンズからですね、レオくんでございます。これはライナちゃんでございます。で、これは楽天からですね、クラッチくんでございます。で、これはクラッチーナちゃんでございます。で、こちらね、楽天のピーマンくん、ボンジョルノくん、カンパニーくんでございます。で、さらにですね、楽天のですね、ミスターカラスコくんでございます。で、横浜 横浜ベイターズのブラック、ホッシーくんでございます。で、懐かしいね、マスコットを紹介します。ヤクルトスワローズのヤーボースーちゃんのカードでございます。こちらでございますね。はい。で、日本ハムファイターズのですね、こちらがですね、ギョロタンくんでございます。で、日本ハムのこれはファイギー、ごめんなさい、ファイチーくんでございます。さらにはね、全員集合のカードでございます。で、お楽しみの直筆サインカードでございますが、で、このマスコットが選びます。ごめんなさい、選びました。こちらでございます。楽天の、これはクラッチくんのね、直筆サインカードでございます。で、こちらがね、79C でございます。はい。以上でですね、BBM2011 プロ野球チームマスコットカードセットの開封動画終わりたいと思います。はい。で、最初に言った通りね、こちらは2011年仕様でございますので、現代のマスコットとはね、違うのもございますのでね、あらかじめご了承ください。はい。で、しばらくの間はね、プロ野球カード開封動画はお休みしますが、15日から再開しますのでよろしくお願いします。ひょっとしたらね、プロ野球チップス第2弾の開封動画9回目をやるかもしれませんけどね、あまり期待しないでください。はい、以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。